よし、こっちやで。じゃあ下ります。下ります。またなんか階段、私たちの席に階段が来そう。ほんまやな。だー、 やばいぞ、じゃあっていう。オッケー、マップで行ってね。オッケー、言うわ。やばい、パクくん。いや、そんなに。じゃあ、もうちょい先にやろう。うん。それよりも2回ぐらい登らんといかんのが嫌やな。うん。もっとやばいの、もうちょい。この辺ちゃう？ほらほら、そこからや。揺らすで。おいで、パクミ。お、やっほいこうか。そっちそっち。違う違う、元通り戻って、その枝くぐって。
うん、やばい。おお、大丈夫か。大丈夫。助けてきます。お菓子しまっといたら。そっちの方が綺麗や。それにしや。ありがとえ？駐車場まで。なんて？あの、あの丘に着いたら、うん、駐車場まだあと距離なの？いや、まだまだ。あれがだって1個目のゴールだもん。次はどこへ行こうかな。次って？うん。何？次の山？何？こういう時。ああ、な、なんか好きなことしたらいいんちゃう？あ、やったー。やったぞー。うさに秘密で高い山に登れたー。うん、さすがや。いや、これほんますごいな、ここ。怖いな。あそこ怖いな。すげえ。クライミングやな。うん、クライミング。本当や。うちの床見て、うちの家見て。すごい。さらばハゲ。ハゲ。ピーン。
の回で無理やり。別にゆっくりでもいいよ。めっちゃしんどい。よし、わー綺麗、赤坂山まで帰ってきたぞ。ねえねえ見て、綺麗、綺麗やな。さっきはあの山から見てたよね、こっちの方がだいぶ綺麗やな、木がないから。え、どうする、休憩する、ちょっとしようか、ちょっとする、回復タイム、はい、宝石です。では入れよ、ないの、ちょっと調べよう。なんだろうね。見たい、私も。翡翠。翡翠っていう石？これ。うん。じゃあこっちは。そっちも一緒じゃないの？翡翠っていう石なんだ。あ、今のが私のやつね。いや、わからんな。翡翠じゃない？そっくりだね。綺麗。しこ。さらば。下り気をつけてね、はい、滑るし、開いたら？ああ。登山教室。
そうだな。なんか子供たちになんか登山やボルダリングの練習させるなんか教室みたいな。考えとく。そしたらみんなが登山を愛するんじゃない？そうだな。それも良いかもしれん。アワガラ声。一番最初の文字なんか栗っていう感じ。そうやな。栗やった。そっくり。栗だけに。栗。甘栗かけ。よし。甘栗かけ。なんか言って。すごい高いなんか電柱みたいな何か。自分でよろしく。何よ。頭よけんの。オッケー。しゃがんでだ。ありがとう。ありがとう。ここからちょっと歩いて。ここからちょっと歩いて。暑い。ちょっと寒い。うん。でも私の予想では塩山すみれかな。予想では。マジで、すげえ。そんなん聞いたことないわ、パパ。え？岩鏡？違うか。エンザンスミレかと思った。大きな花なんだって。そうなんや。エンザンスミレで、大きな木は山崎の、で、大きな鳥はユリカモメ。私たちの大津っていう社会の教科書に一番裏に書いてる。ほんまに物知りやな。よし、休憩。これで最後の一杯かも。いい。では、いただきます。
の小屋、この小屋のその柱くらいでかいチョコベビーのこれだったら1年分ぐらいかな。そうだね。トンネル掘ってる。でも残ってる間うちたちが。で次の日の朝見たらこいつが。もう困ってる。遭難食入れになる、なるかも。なんか僕のここのなんか端っこに何か入れて、そこになんかおやつを入れる。いいかもよ。よし、下るぞ。下るいいよ。トイレ。こっから回転ばっかりやったっけ？こっからな。下。階段ばっかりやったっけ？そうだね。多分な、ちょっと階段1段がでかいよな。階段嫌や。こんな階段よう登ったな、うん、二度と嫌やわ。何と言えばって、もう二度と嫌やわ、うん、こっちか。
やった、もう帰ってきたぜ。やったぞ。まあパパ行くわ。よし、下ったぜ。やったー。はい、お疲れ。お疲れ。お疲れ。もう階段だらけね。階段ばっかりやったな。もう階段だらけだ。初めての動画はあの天竜馬ね。そう、あの1個目。そう、あれが動画の初めて。うん、てかパパ、私の動画撮ってくれたのありがとう。うん、どういたしまして。じゃあ歌のもよろしく。はい、OK。 車の中でビン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 健康に楽しみ、うん、楽しみやな。増えてたらいいな。うん、増えてたらいい。あれ増えへんのなんなんやろな。なんなん。いつかあそこ行ってみよう、プール。オッケー。今日、来年も4年生のプールももちろん水族館プール行きたいな。うん、もちろん宝石も取れたしね。うまいな。まただ。ここの中入ろう。ここ行こう。あ、帰ってきた。お疲れ。お疲れ、マコ。お疲れ、ソラ。素敵な動画になりましたね。はい、お疲れ。難しいやろ。